もう随分前のことのように思える。だが、過去と呼ぶにはあまりにもあれは、忌まわしくて、おぞましくて、鮮烈すぎる記憶だ。あの巨大な墓標の下に、いくつの骸が眠っているのだろう。数えることさえ許されない、有象無象のサクリファイス。それが、すべての始まりだ。その犠牲の果てに、彼女たちは目覚めた。ドールス。生きた人形だった少女たちは、失われた記憶を取り戻しつつある。歌い、踊り、戦い、感情を燃やし、戦場を戦い抜いている。だからこそ、この過去は不要だ。隠匿すべきものだ。切除すべきものだ。抱きすべきものだ。輝かしい感情に、この過去は、不要だ。失礼します、マスター。すみません。お休み中だったんですね。勝手に入ったわけじゃありません。ノックをしたら、お返事が返ってきたので、てっきりお目覚めなのかと。私、リビングで待っていますね。支度ができたら、一緒に作戦室へ行きましょう。集合時間までまだ時間がありますから、ゆっくりで大丈夫ですよ。うっかり本来の要件を忘れるところでした。昨日頼まれていた資料、まとめたんです。こちらに置いておきますから、目を通しておいてくださいね。では、失礼します。みんな揃っているみたいですね。大丈夫です。集合時間には間に合いましたから。マスター、おはよう！今日もポカポカ、お日様さんさんだよ！この山田様が、イベマラの手を止めて集合してるってのに。重役出勤とはさすがはマスター。ですが、寝癖くらいは直してきてください。マーベラス！そよ風になびくようなエアリー感あふれる寝癖、とっても素敵よマスター。はいはい、その辺にして、マダラメさんが来るよ。よし、時間通りに全員揃ったな。では会議を始めよう。まずはこれまでの作戦の成果だが、カナ頼む。渋谷区豊島区に続き、対シレーヌ戦では墨田区の浄化に成功しました。これにより東京を囲む西、北、東の要所が浄化されたことになります。ですが、この3地域に展開している外徳から気になる報告が上がってきているんです。思わせぶりな言い方ですね。一体何が？ビグマリオンの出現報告だ。浄化した地域は安全になるはずじゃ。はぐれピグマリオンは以前も浄化地域に出現していました。
はぐれピグマリオンなら片っ端から討伐すれば話は済むが、数、レベル、出現頻度、すべての観点から仮残しとは考えがたいのだ。だとすると、どこか別の場所から流入しているとか。さすがはしおりだな。 SG も同じ見解だ。地表や上空の汚染濃度は渋谷、池袋、墨田ともに一定以下に保たれている。だとすれば流入ルートは地下、そしてその発生源は新宿ですね。うん。皆さんもご存知の通り、ピグマリオンによる汚染が最も激しいのは新宿区。アタラクシアから無数のピグマリオンが地下をたどり、浄化地域に送り込まれている。これが SG の推測です。ゆえに次の作戦の調査地点は新宿の地下。他の地域への流入ルートを潰し、アタラクシアを孤立させる。新宿包囲網の構築のためには確実に遂行しておかねばならん作戦だ。新宿地下、アタラクシアの資金地域だ。準備は万端に整えて挑め。まずはシミュレーターバトルでコンディションを確認してください。超新ダンジョン前にして今さら模擬戦すか。早く討伐に向かった方がいいのでは。ごめんなさい、作戦前に調整データがどうしても必要で。調整データ、何のことでしょう。後でちゃんと説明しますからね。お願いします。仕方ないですね。さあ皆さん一緒に行きましょう。はい。シミュレーション始まったか。はい、今モニターにリアルタイムデータを。うん、みんな見事な数値だ。目標数値を突破しました。これで無事にロールアウトできますね。ファクトリーに連絡しろ。今回の作戦から使用する。はい、手配しますね。この短期間でよくもここまで伸びるものだ。わからんものだな、人間というやつは。私も数値を見るたびに驚きます。持って生まれた素質なんでしょうか、それともみんなのチームワーク。マスターの力もきっと大きいですよね。持つものと持たざるもの。え？ドールとしての素質にせよ、良い仲間に巡り会えた運にせよだ。ドールスはみんな持っている。でもみんなはその分過酷な運命を背負っています。幸運だなんて私には。幸運なんだ。それでも彼女らは。マダラメさん。いや、なんでもない。